お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、2日間 YouTube 投稿できずに申し訳ありませんでした。アホのまっちゃんのおかげで、この2日半、今日の昼過ぎまでね、2日半、フルに動きました。はい。やれることは全部やりました。言えることと言えないこととあるんですよ。今の段階でね。それで言えることとしたらね、まっちゃんが藤本と喧嘩になったお店、個室の部屋だったんですよ。喧嘩になったのね。それでいろんな備品が壊れてるんですよ。その喧嘩でね、グラスももちろん割れてるし、壁紙がめくれたりとか、血がついたりとかね、まあいろんな備品が壊れたり汚れたりしてるんですよ。それのね、弁償と、まあお詫びですね、申し訳なかったですというお金と、あとそのお店の従業員の人が一部始終見てるわけなんですよ。それで弁護士連れて行って、どっちから先に手をかけたとか、どういう感じで喧嘩になったとか、こと細かくね、弁護士立ち会いで話を聞いて、それを書面にしてね、いつでも警察に届けれるような状況に今弁護士がしてくれてるんですよ。それでね、まっちゃんと藤本とバーンって喧嘩になった時に二人怪我してるんですよ。まっちゃんと藤本以外にね、一人はお客さん、その人が止めに入ってくれたんですよ。その時にちょっと怪我してるんですよ。それとそのまっちゃんと藤本を仲良くさそうと余計なおせっかい焼いた人の関係者、その人も止めに入って怪我してるんですよ。それでお客さんの方、その人とお店の方から連絡取ってもらって、弁護士と一緒にね、会いに行って、申し訳なかったですと頭下げて、治療費ね、病院の治療費渡して、示談済まして、それでそのおせっかい焼いた人ね、その人の関係者の人、その人と示談をしようとしてるんですけど、その間に入ってる人がね、ブツ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 言ってるんですよ。昨日も言ったようにね、顔潰されたとかどうやこうや言ってるんですよ。それでね、もうそこは今一旦おせっかい焼いた人の関係者の人の怪我は一旦知らん顔しとこと、示談とかそんなこともしないで知らん顔しとこと、その人自体は警察には言わないと思うんですよ。止めに入ってこんな怪我したとかね、高校されたとか、そういうことは言わないと思うんですよ多分ね。だから今一旦知らん顔しときましょうと、まあいう話になってるんですよ。それでね、今のところ藤本は被害届出してないんですよ多分ね。多分ですけど被害届は出してないんですよ。でもね、まあ、怪我がね、それなりにしてるんですよ。鼻の骨も折れてるし、歯のね、インプラントですか、インプラントも外れてるらしいんですよ。それでそこそこのね、怪我してるんですよ。自分もその事件の日、藤本見てるんですけど、むちゃむちゃ血だらけなんですよ。そのインプラントで血が出てると思うんですよね。おそらく。あと鼻血。それで血だらけなんですよ。だからこれは多分事件にはなると思います。被害届出てなくてもね。傷害罪は被害届がなくても事件になるんですよ。怪我がひどかったりしたらね。だからおそらく事件にはなるとは思うんですけど、問題はね、まっちゃんがこの5年の間にね、喧嘩で2回逮捕されてるんですよ。それで罰金罰金なんですよ。次は危ないなと。起訴されるんじゃないかと。まあ弁護士もそういうふうに言ってるんですよ。罰金はなかなか厳しいんじゃないかと。だから今の間にね、できることを全てやって、逮捕されても不起訴になるように、自分らが今アホのまっちゃんのおかげで一生懸命動いてるんですよ。はい。でもまあ逮捕はされると思います。藤本がそれなりの怪我してるから逮捕はされると思います。もしかしたら藤本自身も逮捕されるかもわかんないです。まっちゃんも耳切れてますからね。
割れたグラスで。だから藤本も逮捕されるかもわかんないですけど、やりすぎてんのはまっちゃんですね。間違いなくやりすぎてますね。はい。それでね、まっちゃんにやりすぎやと、そんなことしたらあかんと、直樹と自分とね、あと友達何人かでまっちゃんに怒ったわけなんですよ。まっちゃんやりすぎやと、歳考えと、恥ずかしいぞと、もういい加減落ち着けと、まあ、そういうふうに怒ったんですよ。そしたらまっちゃんはね、あこでいかんと、男じゃないと、俺は男の子やと、俺はオカマじゃないんやと、あこでいかんとオカマになってまうと、まあそういうことをね言うわけなんですよ。それでその日のことをね、まあこと細かく、まあ、まっちゃんに聞いたんですよ。そしたらそのおせっかい焼いた人ね、その人に食事誘われて、まあ行ったと。そしたらその人は二人人間連れてきてたと、最初にね。それで最初4人でね飲んでたらしいんですよ。その時に藤本のことも言われたらしいです。仲良くしろと、悪い人間違うやろと、まあそういうことを言われたらしいんですよ。でもまっちゃんは、いや藤本は無理ですと、藤本とは仲良くできないんですよと、まあそういう風にね、まっちゃんまっちゃんで言ってたらしいんですよ、ずっとね。そしたらいきなりね、藤本が来たらしいんですよ、その飲食店にね。そしたら藤本は藤本で、なんでこいつがおるんやと。で、まっちゃんはまっちゃんで、なんで藤本が来たんやと。どういうことやねんと。まあ、そこでガーッて言えになったらしいんですよ。でもその、おせっかい焼いてる人がね、まあまあまあと。ここは俺の席やと。俺の席で喧嘩をせんといてくれと。まあ一旦藤本座るやと。いうことになって、まあ藤本は座ったらしいんですよ。二人の間に何があるんやと。まあ、その人がね、聞いてきたらしいんですよ。そしたら藤本がね、こいつとトンは友達が死んで、その死んだ友達が残した金を食いにかかってると、二人だけで、周りの人間には一円の金も混ぜないで二人だけで食いに行ってると、実際に奥の金食うてると思うと、他の人間は一切混ぜない二人だけでやってるんですと。だから自分とまっちゃんと二人で亡くなった B の息子からね、金を食うてるって言うんですよ。それでまっちゃんが、何を眠たい話しとんねんと。俺もポンちゃんも一円の金も食うとるかと。そしたら、いいやと。お前ら二人は、B が頭がボケてアルツハイマーになった時点から食いに入ってると。それは間違いないって言って、そういう風に言い出したらしいんですよ。それでまっちゃんが、何こらって言って、何眠たい話しとんじゃってなって、バンって席立ったらしいんですよ。でもその時は一旦止められてるんですよ。そのおせっかい焼いた人と、その人が連れてきてる二人に止められてるんですよ。それでね、まっちゃんが、もうこんなやつの顔見たくないから、帰りますよと。酒飲んどっても、うまないと。帰りますよって言って、まあ、そういう風に言ったらね、そしたら藤本がね、早く帰れやと。お前みたいな、ポンがおらんと何もできないやつやないかいと。ポンも一緒やと。お前がおらんな、ポンも何もできひんやろと。お前ら二人でやっと一人前やんけと。早く帰れ帰れって言ってね。そういうふうに言われたんですよ。それでまっちゃんが、このガキってなって飛びかかっていったんですよ。でも向こうも、まっちゃんがバーンって立って飛びかかるときに、向こうも立って、まっちゃんに飛びかかってるんですよ。だからどっちが先に手をかけたとか。まあそうなったら、わかんないんですよね。そのね、飲食店の従業員の男の子がね、注文取りに来てるんですよ。その時に。それで、個室の入り口のね、ドアの前に立って、その最初のいきさつは見てるんですよ。それでお互い掴み合いになったと。どっちがどうっていうのは分かりませんと、そういうふうに言ってるんですよ。それで藤本はビール瓶でまっちゃんに殴られたと、警察にはそういうふうに言ってるらしいんですよ。でもまっちゃんは覚えてないと、興奮してね、熱くなって覚えてないと。ビール瓶もね、割れてないんですよ。割れずに転がってたらしいんですよ。だからまっちゃんは割れてないってことは殴ってないと思うと、まあそういうふうにまっちゃんは言ってるんですよ。
それと、おせっかい焼いた人。その人は、その場所からもういなくなってるんですよ。警察来た時にはね。でもその、連れてきてた二人は残ってるんですよ。その人らも、止めるの必死で、見てないって言ってるんですよ。まっちゃんがビール瓶で殴ったかどうかは見てないと。藤本だけがビール瓶で殴られたと。でも警察は、素手、腕だけで、鼻の骨が折れて、インプラントが外れるほど、殴れるかと。手にそんな傷がないんですよ。まっちゃんの手にね、そんな傷がないんですよ。だからまっちゃんは、ふらふらと焦げた時に、自分でテーブルがどっかにぶつけたに違うんだと。俺はそんな殴ってないと。まあまっちゃんはそんな風に言ってるらしいんですよ。警察にはね。はい。だから実際どうなんかわかんないですけど、多分藤本が、ふらふらってなって、焦げる時に、テーブルの角がどっかで、顔をね、ぶつけて、鼻の骨とインプラントが外れたんじゃないかなと。自分はそんな風に勝手に想像します。はい。それでまっちゃんもね、藤本に足をね、バーンって持たれて、ひっくり返された時に、グラスで耳切ったらしいんですよ。塗ってはないんですけどね。まあ肩は残ってるんですよ。切れてる肩がね。それとね、その、おせっかい焼いた人。その人は、警察来る前にね、その店から出て行ってるんですよ。それで、ブツ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 ね、昨日も言ったんですけど、文句言いまくってるんですよ。いろんなとこで。顔潰されたとかね、ブラブラ言うてるんですよ。それで自分何回も電話かけてるんですけど、出ないんですよね、自分の電話。藤本にもね、何回も電話してるんですけど、藤本も出ないんですよ。文句があるんだったらね、まっちゃんに言いに来たらいいんですよ、その人間も。全然関係ない人間に、こうやああやとね、文句ばっかり言ってるんですよ。警察来る前にね、出て行っといて、何を抜かしとんねんって話ですよ。まあ、とにかく、この2、3日で、まっちゃんは、おそらく逮捕されると思います。20日間、ゆっくり、お酒をやめてもらおうと、思っています。はい。ということで、今日は、まっちゃん VS、ビール瓶の話をしてみました。ということで、今日は、この辺にしたいと思います。じゃあ